プラチナムプロダクションはエントリーナンバー2番佐藤七海さんを指名します。プラチナムプロダクション様はエントリーナンバー2番の佐藤七海さんを指名されました。筧さん、今の心境を教えてもらえますか。はい、そうですね、まずはこう出会っていただいてプラチナムプロダクションと、ありがとうございます。パフォーマンスをされている姿がとても凛としていて、これからさまざまなこう可能性を感じる方だなという印象でした。テコンドーを披露されている姿もまたランウェイを歩いている時とかお話しされている時とまた印象が違くって、すごくこう短時間でさまざまなこう魅力を、見せていただきました。今後、ぜひよろしくお願いします。楽しみにしています。はい、素敵なメッセージをどうもありがとうございました。エントリーナンバー2番佐藤七海さん、本当に選んでいただけると思わなかったのですごく嬉しいです。これからも頑張りたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、株式会社プラチナムプロダクションはエントリーナンバー15番川田恵麻さんを指名します。プラチナムプロダクション様はエントリーナンバー15番川田恵麻様を指名されました。株式会社プラチナムプロダクションより指名を受けました。川田さん、お願いします。選んでくださってありがとうございます。精一杯これからも頑張ります。おめでとうございます。選ばれたポイントからお願いします。はい、佐藤さん、選ばせて指名をさせていただいたんですが、ですね、そうだな、先ほどもお話ししたんですけど、ランウェイを歩く姿とお話しされる姿とあと特技のテコンドーを披露されている姿、すべて全然違う印象があったのが一つのポイントと、あと個人的にはすごく凛としているなっていう印象があって、すごくこう落ち着いているっていうこととこう凛とした存在感っていうのがすごく印象に残っていて、指名させていただきました。佐藤さん、選ばれた時のお気持ち教えていただけますか。もう選ばれると思ってなかったので、すごい嬉しかったです。もうなんて言ったらいいか分かんないぐらい嬉しかったですちなみにテコンドーは何年ぐらいやられてるんですか。1年半ぐらいですね。結構強いんですか。いやなんか家族で比べると弱いんですけど、ね、分かんない強そうに見えましたよ。ありがとうございます。かっこよかったです。今後具体的に、どういったことをやっていきたいですか。選んでもらったことを後悔させないように、そのみんなに憧れてもらえるようなふうに頑張りたいと思います。なんか女優さんとか歌手とかモデルとかいろいろありますけども、モデルとして頑張りたいです。はい、ありがとうございます。ちなみに憧れてる方、尊敬してる方いらっしゃいますか。朝比奈彩さんが憧れています。どういったところが素敵ですか。なんかすごい凛としててすごいかっこよくて憧れてます。なんか凛としてるっていうのは、じゃあもしかしたら佐藤さんにも通じるものがあるかもしれないですよね。ありがとうございます。筧さんはアドバイスをあげるとしたらどういったことありますか。はい、そうですね、もちろん佐藤さんがモデルとしての姿もこうなんとなくって失礼ですね、すごく想像がイメージがつく方ですし、そうだな、うちの事務所ももともとはモデルとか、タレントの、人が多いんですけれども、最近は演技とか音楽とかいろいろ幅を広げてきているので、佐藤さんが興味のあることがあればもうどんどんマネージャーに言ってもらって、
全力でそれをサポートしていければなと思うので、遠慮なくやりたいこととか相談してもらって、どんどんチャレンジしていってもらいたいなと思います。はい、